step away from having it all. Boyfriend, girlfriend, a fancy car. You're insatiable. You just want more. はい、皆さんこんにちは、ともきです。今日はですね、いつもとはちょっと雰囲気の違う、なんて言ったらいいんだろうな、これ何系って言うんですかね、こういうの。なんか最近よく見るんで、ちょっとね、やってみました。いつもはね、跳ね上げた感じのアイラインとかが多いんですけど、ちょっと垂れ目っぽく仕上げてみたんですけど、いかがでしょうか。今日はね、このZEESEA、前もZEESEA紹介したんですけど、新作が出てたので気になって買ってみました。ね、もし、発色とか色味とか気になる方は、このままご覧ください。どうぞ。はい、じゃあ眉毛から描いていくんですけど、眉毛ね、ちょっと形を変えました。少し反りました。ここの眉山を少し下げて、ここの眉頭の下の部分をちょっと削って、気持ちね、平行になるようにしました。もともとこう斜めがきついので、で、こっちはね、もうないから、めっちゃ描きます。はい。じゃあ早速描いていきます。今日は柔らかく描きたいので、ペンシルは輪郭だけ描いて、中はパウダーだけで描いていきます。で、最後に眉マスカラで色整えます。ここの眉毛がないところだけちょっとペンシルでしっかりめに色を入れてあります。そしたら間をパウダーで埋めていきます。で、こっちのこの眉毛がないところはペンシルで描いた上からさらにパウダーでしっかりと色をのせつつ、ペンシルが落ちないようにパウダーでセットしてあげてください。はい、そしたらちょっと眉マスカラつけていきたいと思います。この間ライブしてる時に眉マスカラするのとしないのとで変わりますかって聞かれたんですけど、だいぶ印象変わると思います。やるかやらないかで。このやるかやらないかだけで、なんだろう、この顔のおしゃれ度というか、おしゃれ度って言ったらちょっと大げさなんですけど、がちょっと変わってくるかなって思います。眉マスカラできたので、今度は眉下をきれいにコンシーラーで整えていきます。はい。そしたらノーズシャドウを入れていきたいと思います。はい。ノーズシャドウ終わりましたので、アイシャドウ移っていきたいと思います。今回のメインですね、アイシャドウZEESEAの新作を買ったので、こちらを使ってメイクしていきたいと思います。でね、結構色味がピンク系、コーラルとかピンクとかなので、今日はね、気持ち垂れ目寄りにしてみたいと思います。まず最初にこのカラーを入れていきます。発色はね、やっぱめちゃくちゃいいです。アイホール全体に入れていきます。で、失敗しないコツじゃないですけど、アイシャドウを取った後一番最初のせるときは際から入れるといいですよ。っていうのが、一番最初につけたところが一番濃いので、この辺からパッてつけると、ここが結構濃くなっちゃうので、上から乗せて上にぼかしていくようにしていってください。粉質も柔らかくて、粉飛びほとんどないですね。こうやって際から塗ると自然にね、グラデーションになるので、そしたら、この一番赤い色取って、二重幅に入れていきます。これもちょっと上にぼかすようにして、同じカラーを下にも入れていきます。二重幅にのせた赤いカラーは目尻3分の1ぐらい下まぶたにものせてます。そしたらこのカラー結構ね、ラメラメなんですけど、指で押すとね、柔らかくて潰れちゃいました、エンボスが。下まぶたに重ねてのせていきます。結構ね、粒の粗いラメなので、でもしっとりしててちゃんと密着してくれます。こうやって見るとね、結構このこっちはヘビーな赤みだと思うんですけど、重ねることによって結構柔らかい印象になるので、はい、こんな感じです。めっちゃ綺麗じゃない？そしたら、この濃いラメのカラーを目尻側だけちょっと足していきます。これもね、ラメがザクザクで。そしたら、この一番明るいラメのカラーを目頭のくの字から下まぶたに入れていきます。そしたら涙袋を描いていきたいと思います。ひなしゃん5社員合ってるかなさんが紹介してたケイトのコンシャスライナーカラーのダスティーピンクっていうのを使っていきます。そしたらアイライン引いていきます。アイラインはUZUのアイオープニングライナーのブラウンを買ってきました。これで垂れ目風に引いていきます。難しいんですよね、地味に垂れ目のアイライン引くのって。慣れてなくて。何回か練習した。石灰ラインも引いていきます。そしたら、キャンメイクのクリーミータッチライナーのバーガンディで、下まぶたにちょっとだけ入れていきます。そしたら、まつげ上げます。で、今日カラーマスカラ使うので、マスカラ下地でちょっと白っぽいのを使いたいんですけど、ケイトのね、ラッシュマキシマイザーを使って、カールキープしつつ、ちょっとね、半透明にしていきたいと思います。今日まつげやばいわ。バチバチだ。はい。じゃあ、これが乾いてる間にハイライトを塗っていきたいと思います。ハイライトもね、新しいZEESEAのを買いました。マックのライトスカペードみたいな感じらしい。ライトスカペード僕が使ったことないんで、ちょっとよくわかんないんですけど。結構ね、思ったより白い。ハイライトのせたら、フェイスパウダーつけたブラシで、ちょっとね、ぼかします。そしたら、マスカラはキャンメイクのクイックラッシュカラーのワインモーブだったかなっていうカラーを使っていこうと思います。そしたら、マキシマイザー、ラッシュマキシマイザー下まつげにも塗って、マスカラもつけていきます。リップは前に韓国コスメの紹介で使ったラカを使っていきます。これを中心にのせてぼかしていきます。なんかいつもとはちょっと違う雰囲気に作れたかなと思うんですけど、ポイントとしては最近眉毛が結構ね、こう角度がつきがちだったんで、平行になるようにちょっと整えて描いたのと、あとね、涙袋作ったりとか、ちょっと細めだけど作ったりとかでね、結構この目元もリップも赤めなので、チークはあえて塗らずにっていう感じですね。ちょっとね、雰囲気も変えて、いつもだったらピアスこのタイプだけなんですけど、ちょっとね、揺らしてみました。何年か前に使ってたやつなんですけど、もうね、ピアスないんだよね、全然。行方不明。全然。なんか、昔はアパレルやってたんで、結構持ってたんだけど、全然なくなっちゃった。いかがでしたでしょうか。ちょっとね、海外って言っても、欧米じゃない方の海外、アジアな感じにちょっと仕上げてみたんで、気に入っていただけると嬉しいです。では、最後まで見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。Girlfriend, fancy car, you're insatiable. You just want more. Climbing mountains, crushing your goals. Thought you put your happiness on hold.